各島大橋は、山口県下関市方北町神田と、同市方北町門島間の海市が瀬戸にかかる橋。1993年9月6日に着工し、2000年11月3日に開通した、総工費149億円。山口県道276号各島、神田線の一部。かつて、各島へは都線による交通が主であったが、完成により、 陸路でつながった。当初は江北町道として建設されたこともあり、道路構造例の第三種第四級で設計が行われた。このため、最高速度は時速4 0トルに制限されており、強風時には一般車両が通行止めになる。北長と海外国定公園内に位置することから、橋脚の高さを抑え、周囲の景観に配慮した構造となっている。 また、架橋ルートの選定にあたっては、本土と格闘の中間に位置する鳩島に橋脚を建設する案も検討されたが、自然景観保護の観点から島を迂回する現在のルートが採用された。このような取り組みが評価され、2003年には土木学会デザイン賞2003の優秀賞を受賞している。完成後はその景観から山口県の新たな観光名所となっている。 テレビ CM、特に自動車の CM のロケ地として多く採用されている。また、完成当初は通行料金が無料の離島家橋としては日本最長であったが、2005年にフルーリ大橋、2006年に新北九州空港、連絡橋、2015年にイラブ大橋と本橋梁よりも長い通行料無料の離島家橋が建設されている。本州の西端。 日本海上の山口県各島へと渡る位置にある。かつて各島とフェリーでの往来しかできなかった各島大橋周辺の海は貝殻が砕け散った残骸が海底に堆積した白い砂で、その上海水が澄み切っているため、太陽光の加減でエメラルドグリーンから紺碧色まで微妙に色合いが変化していく。本州側の海土が瀬公園と格闘の瀬崎明の 公園の2カ所は、角島大橋が眺められる格好の展望所となっている。ロケーションの良さから2000年回通行は、映画4日間の奇跡の舞台になったほか、テレビドラマ CM ロケ地として話題を集め、年間約90万人が訪れる観光地となっている。橋を渡った先にある角島北西端の角島灯台までは約5キロメートルの距離がある。最寄りのバス停は、 ホテル西長鳥ゾート入り口となる。中国自動車道ミネインターチェンジから国道435号、国道191号、山口県道275号を経由約60分。ありがとうございます。